装のサイズ合わせ終わったよ。うっしっし、みんなキュートすぎてコニーさん大満足。はは、今思い出しても顔を真っ赤にして照れてる京子ちゃんは最高だった。あんなにスカートが短いなんて聞いてなかったわよ。ジロジロと足を見るな。大丈夫支配人。そうだね、あとは再来週のライブを待つだけって感じかな。楽しみだね。あれ、ほのかっちどうしたの？なんか暗い顔してるけど。私ライブには出られません。ダイエットアーフォーエバー前編。はい、それにその二の腕とかお腹周りに前よりもお肉がついちゃった気がするんです。そうかしら。私にはいつも通りのほのかにしか見えないけど。それは京子ちゃんとは毎日会ってるからだよ。ほら、地元にいた時の写真と比べてみて。どう見ても変わってないんだけど。変わっとるとよ。昨日だってその豚骨ラーメン替え玉しちゃったし、最近やっぱり食べ過ぎだったんです。うんうん、女の子にとっては微妙な変化だって命取りになるもんね。ましてやアイドルだもん。あ、ここは一つコニーさんが一肌脱いであげやしょう。というわけで今日からスパルタンコニーさんがハードなダイエット作戦を決行しちゃうよ。本当ですか？やれやれ、仕方ないわね。この私も協力してあげるわ。ライブが失敗したら嫌だし。もちろん私も陸上部仕込みのランニングを教えてあげるよ。えなちゃん、京子ちゃん、ありがとう。後編。ほれほれ、三人ともペースが落ちてるよ。ついでに支配人も。うちの陸上部よりちょびっと厳しいかな。ちょっとどころじゃないでしょ。いきなり10キロマラソンとか無理よ。今回は短期決戦だから仕方ないでしょ。ほらダッシュダッシュ、トロトロしてると豚になっちゃうぞ。トロトロの豚、豚骨ラーメン食べたい。ほのか、よだれよだれ。この部屋何？サウナみたいに暑いじゃない。ほのかちゃんのために特別にサウナ付きに改造してもらったよ。スポンサーは静か城のおじいさま、ノリノリで協力してくれたよ。ここでレッスンすれば自然と痩せるってことですか？そういうこと。ダイエットのためにレッスンができなかったら本末転倒でしょ。というわけでビシバス行くぜ。コーギーさん、スパルタすぎだって。ごめんね、二人とも。私のせいで、私が痩せないとステージに出られないなんて言ったせいで二人にも迷惑かけちゃってるよね。やっぱりダイエットは私一人でやるから、二人はいつも通りのレッスンに戻って。ほのかっち、ちょっとバカにしないでよね。ほのか、え、確かにコニーのダイエットはきついけど、この程度でへこたれてたらライブなんて成功できないわ。これはあんたのためだけど、あんたのためだけじゃないの。分かったら、もうそんな弱気な発言は禁止、絶対禁止。京子ちゃんそういうこと。それにアイドルって団体競技っぽいじゃん。団体戦は一人が悩んでたらみんなで解決、そうじゃなきゃみんなでやる意味ないしね。えなちゃんも二人とも、ごめんな。うちが悪かったと。うちもみんなとのライブ、絶対に成功させたいから、一緒に頑張ってくれよる？もちろん！くす！
神さんまで泣けてきたと。ズビでもこれでほのかっちも大丈夫そうだね。そうですたもん。そのためにもコニーさんはさらにビシバスビシバス行くぞ。あ、レッスンが終わったら薪割りして滝に打たれて。ってみんなして黙って逃げないの。冗談だから。そしてライブの3日前。支配人、聞いて驚きなさい。ブイ、ほのかの体重が元に戻ったよ。イエーイ、さすがほのかっち、そしてさすがコニーさん。コニーさん、レナちゃん、京子ちゃん、それに支配人さん、西園ほのか復活です。本当にありがとうございました。そうかもね。よーし、それじゃあ本番までは通常通りレッスンに集中してパーペキで最高のライブを見せてやろうぜ。ああ、ま、待って、どうしたの？ほのか、京子ちゃんもレナちゃんもなんだか痩せてない？そりゃ一緒にダイエットしてたのし。それじゃあ結局は私が一番太ってるってことじゃない。二人が痩せてるから体型のこと気にしてたのに、これじゃあ全然意味ないよ。いいえ、あります。コニーさん、もっともっとください。くださいって何を？もっと激しいダイエット特訓ですよ。ほら急ぎましょう。いやー、もう勘弁して。支配人、ほのかのこと止めて。うちに理想のスタイルを作らせてくださーい。ほのかっちのダイエットへの執念、恐るべし。ダイエットはフォーエバー。